五代目、中村富十郎6月4日から2011年1月3日は、歌舞伎役者。野号は、天皇寺屋。縄文は八本矢車。日本芸術院会員、重要無形文化財保持者。本名は、渡辺はじめ。父は四代目、中村富十郎。母は、日本舞踊あずま家元のあずま特保。聖四人と、朝日、重光明追蔵。 生前は、随一の立法、踊りの名手として知られた。若年時、髪型を中心に活躍した際には、二代目、中村戦弱と共に、その美貌から、扇鶴コンビと呼ばれ、人気を博した。この時期には、竹地歌舞伎にも参加し、ここで、積極的に実験的な手法に触れ、古典の品格や解釈を学んだことは大きい。加えて、 終戦後母と共にあず歌舞伎として、日本舞踊の欧米公演を行ったことは、富十郎自身が語るように、その芸に有形無形の影響を与えている。一方で、東京に出てからは、十五代目宇佐妹妹系の、殺走とした芸形と共に、二代目、小野江小六に支持して六代目、小野菊五郎の写実的な世話物の系統、また小六が得意とした荒事や舞踏に至るまで、 広く学んだ。平成に入ってからは四代目、中村若栄門との名コンビを歌われて、二人ワンキュー、などの傑作を残している。当たり役は数多いが、特に初代が初演した、慶がの子娘道成寺には、お家芸としての特別な自覚があり、五代目富十郎、襲名工業でも伝統に則っ,って、これを務めているが、二千三年の NHK 古典芸能鑑賞会において、 実質踊り納めをしている。その芸については、ほとんど東大の役者を褒めなかった池波翔太郎が絶賛していたことでもその品の良さの一端を伺い知ることができた。富十郎が市村竹之城を六代目として襲名する際には一、門弱あった。市村竹之城は、かつては江戸三座の一つ市村座の座元を兼ねる市村宗家の名跡であり、過去には、 一村うざいもんと、ほぼ同等の重きをなす、立花屋ゆかりの名跡である。いくらと十郎が十五代目、一村うざいもんの孫でも、直系ではない外孫であるため、襲名を不服に思う十七代目、一村うざいもんは襲名披露工業の工場で、本来ならば、竹の城の名跡を継ぐべき人ではないと挨拶。必ずしも晴れの舞台には、 ふさわしいとは言えないこの発言は物議を醸した。喜劇役者の伊藤四郎の回想にて、まだ駆け出しだった頃の伊藤が二代目、小野松小六に、芝居の台本を持ち込み教えを請うべく歌舞伎座へ、訪れたおり、楽屋に通され、小六から、おい、この若い人にお山について教えてやんなさいと話を、振られて、伊藤に、当時四代目鶴之助と名乗っていた富十郎が、 お山についての公釈をしてくれたという。富十郎は1996年1月17日に33歳年下の元女優、国さよここと、橋爪正江と結婚。1999年には長男、王が2003年には長女、愛子が生まれた。富十郎69歳と74歳の時の子であるところから、これは大きな話題にもなった。 なお、これ以前にも結婚し、子が、竹の城時代の1967年に、市村六太郎として、初舞台を踏んでいるが、これに際し、六太郎を16代目うざいもん未亡人の養子とし、自らは、その子を役となり、前述の17代目うざいもんと同座して、初舞台の場に臨んだ。この息子はすでに廃業しており、 天皇寺屋の後取りは皇絶の高野氏一人、立花屋の系統は十七代目の次男、二代目、市村万次郎一家と十七代目、市村柿津のみとなっている。佐吉との間の長男、大は二千一年に中村大を名乗って初舞台を踏み、二千五年十一月に中村高野氏と改名した。大向から、豆天皇、若天皇などと掛け声がかかる、この高氏に、 富十郎は二十歳になった折に、富十郎の名跡を譲ることを生前に公言していた。晩年は二代目、中村吉右衛門一座の上置きとなっており、吉右衛門は高野氏の後ろ立てにもなっている。ありがとうございます。